手でお迎えください。はい、よろしく。さあ、お目目がキラキラですね。さあ、ビンちゃんみたいね、まつげもパチパチでね。あ、お姉さんより目がパッチリしてるわ。さあ、ということで、はい、パス入ってるよ。みんなに聞かせたいみたいで。さあ、ということで、スライリーこの2日間大いに ZOZO マリンスタジアム盛り上げてくれました。改めて大きな拍手。はい、ありがとう。ではですね、最後このステージなんですけど、マリンズカープキャラクターバラエティステージということで、今日はザ対決あとオールパークステージです。拍手。ではちょっとお手伝いの M スプラッシュのみんなもステージへお願いします。じゃあお姉さん、こっち側いい子。さあ、今日の、ステージがどんなイベントなのか説明しましょう。5回の表終了後にいつもマー君とね、昨日今日スライリーがダッシュ対決をしてくれましたが、その対決ものをこのステージでやっちゃおうという、そういうイベントになります。ダッシュ対決はね、2日間マー君の勝ちでしたが、対決するのは私ではございません。すぐになんかね、戦おうとするの、お姉さんとね。今日はマリンズチーム3人いて、スライリー1人だけだとちょっと3対1で不公平だから、あの個人戦で、ホワイトボードなんか使っちゃってる、個人戦でいきたいと思います。ちょっと待って、もう早速ウィンって書いたの。ちょっと待って、勝手にポイント書いてる。まだまだこれからだから、対決はこれからだからね。ということで、今日はね、スライリーとマー君とリンちゃん、ズーちゃん、それぞれが対決します。チームじゃないの、グループじゃないの、お姉さんと戦うんじゃないの、違います。個人戦、あ、そこ組むの、アスカと組むの、そうじゃなくって、一人一人が戦うの。いいですか、優勝者一人を決めます。今日は3つのゲームを用意しましたので、皆さん、ゲームに成功するとポイントが入って、一番最後ポイントが多かった人が優勝になります。もしかしたら会場の皆さんね、お手伝いいただくところもあるかもしれませんので、ご協力よろしくお願いします。マー君、なんですか、優勝したらハワイ旅行があるかって、それは楽しみにしていてください。ではザ対決アットボールパークステージ、まずは各種目挑戦する順番をもう先に決めておこうと思います。ではこちらにあのくじ引きボックスを用意しましたので、1人1個引いてください。順番が書いてありますからね。それズーちゃんのボードね、丸選手ね。じゃあ、はい、1個ずつ引いてください。この順番でね、全種目対決していただきます。はい、マー君1番です。これ戻したら分かんなくなっちゃうから、それ前回もやったから、クラッチ来た時戻したら分かんなくなっちゃうからね。はい、じゃあリンちゃん引こうか。はい、これもう運ですからね。はい、リンちゃんは何ですか。3番です。リンちゃんは3番目のチャレンジャーですね。じゃあスライリーどうでしょうか。出ました、スライリーは、うん、ちょっと待って、お姉さん今チラッと見たの違ったぞ。1番、本当、じゃあみんなに見せて、それ一緒のはずないよ。ちょっとみんなに見せて、これ4って書いてある。4番です。隠さないで、スライリー4番ね、4番です、怒んないで。はい、じゃあズーちゃんは必然的に2番になりますよね。はい、2番ですね。では、各種目すべてこの順番で行わせていただきますので、1番にチャレンジするのがマー君で、2番がズーちゃんで、3番がリンちゃんで、4番がスライリーになります。ではちょっとあのすいません、ここで一悶着しないでもらっていいですか。ああいい、拾ってもらってありがとうございます。はい、では早速バイバイじゃないよ、ちょっとステージ降りたからってバイバイじゃないよ、犬みたいなことさせないでよ。さあ、ということでですね、まず一つ目の、ちょっと行くよ、ヒコロコロじゃないよ、一つ目の対決いきますよ。では一つ目の対決はけん玉対決、拍手。さあ、1つ目の対決はけん玉対決ということで、今回お時間30秒間差し上げますので、あら、すっぽりボールが入ってますね。あの30秒間、1人30秒間差し上げますので、30秒間でけん玉のね、お皿で大丈夫です。あの剣先ちょっと難しいから、お皿に何回乗せることができるか、1回入ったら1ポイントなので、いっぱい入ればその分ポイントがたまります。ではトップバッターマー君だね、準備はいいですか。皆さんもあの一緒にカウントお願いします。
そんなね、道具で変わんないと思うよ。じゃあマー君いきましょう。あ、これけん玉協会認定のやつね。じゃあそれにしましょう。はい、じゃあそれにしましょう。では皆さん30秒間でマー君が何回けん玉ができるか、じゃあちょっと最後近くで 数えながら見てもらっていい？ではいきましょう。よーい、スタート。さあ30秒間ですからね。多ければ多いほどポイントが加算されます。さあ今のは失敗ですよ。はい、10秒を経過しています。さあまだ1回も成功していない。頑張れマー君。さあ焦れば焦るほど難しいのよね、けん玉ってね。残念、これダメです、これダメです。認め、そんなことしてる時間過ぎていくよ。はい、まもなく5秒前ですよ。5、4、3、2、1。はい、そこまで。マー君0ポイント。ダメです、あれはもうけん玉協会が認めません、そんなことはね。では次もう鬼って言わないで。次、ズーちゃん。はい、じゃあズーちゃん真ん中にお願いします。豆を投げないでください。じゃあズーちゃん真ん中にどうぞ。あ、なんかちょっとマイナス10ポイントにしたの。ダメダメ、0ポイントだから。じゃあズーちゃん準備はいいですか。制限時間30秒間です。よーい、スタート。さあ頑張ってね。お皿だからね、ちょっと優しくなったかな、前やった時よりはね。惜しい。さあなかなか苦戦した。おっと、本拠に出ました。10秒経過です。オッケー、1回成功。さあ時間はどんどん過ぎていくよ、頑張ってね。惜しい。さあ20秒経過、これはダメですね。さあもう間もなく終わってしまいます。5秒前、5、4、3、2、1。はい、そこまで。ズーちゃんは1ポイントでした。拍手。なんかスライディのオリジナルの計算でなんかどんどんポイントが加算されてるようなんですけど大丈夫ですか。ズーちゃん1ポイントにしといてもらっていいですか。すいませんね。ちょっとなんか不服そうですけど。じゃあ3番目はリンちゃん。はい、じゃあリンちゃん真ん中にお願いします。さあ30秒間に何回ね正解するか、すいません、正しい使い方をしてくださいね、けん玉っていうのはね。では準備はいいでしょうか。よーい、スタート。さあ制限時間30秒間、今入ってもポイントにはなりません。ズーちゃん、さあ惜しかった。リンちゃん、まずは10秒経過。惜しい。さあ膝を使って、おっと、 OK、 ポイント。20秒経過、頑張って。リンちゃん残り時間少なくなってます。 OK、 2つ目、5秒前、5、4、3、2、1。はい、そこまで。見事決まりました。りんちゃん3ポイントゲット。拍手。素晴らしかったですね。さあ得点表皆さんご覧ください。スライディがチャレンジする前なのに100ポイント入っています。おかしいですね。ではスライディ準備はいいですか。 OK、 やり方は分かったね、大丈夫ね。ではいきます、スライディのチャレンジ、よーい、スタート。 お見事。惜しい。さあ制限時間30秒間です。まずは1回成功。さあこの勝負どうなるか。惜しい。はい、10秒経過。惜しい。スライディ上手ね。惜しかった。さあ皆さんも応援してください。さあ頑張って。 OK、 2回成功。はい、10秒前、10、9、OK、8、7、6。今のはダメ。4、3、2、1。はい、そこまで。ではスライディの記録なんと5ポイント。拍手。すごい。この勝負、まずは対決その1、けん玉対決はスライディの勝利。素晴らしいですね。けん玉もジャストフィットですけれども、ではまずこの、対決その1はスライディが5ポイントでだいぶリードしてますが、けん玉協会のだからね、いい木を使ってますからいい音がするんですよ。